グループ LINE が来たから。えー、ちょっと皆さん。はい。お待たせしまして。えー、配信の、あの、ショールームを昨日は5時に配信してて、あの、フェイクですね。き、昨日昨日だっけ昨日 とと昨日日と昨日と5時にとかに配信してたんですけど昨日といないけかまあフェイクというか言えなかったので髪の毛もあんまり見せないようにしてたのではいこれです皆さんやられたあありがとうコクペグさん今ハロウィンイベ中なのでぜひハロウィンの 4つください <laughs> ありがとうホグピグさんダブルタワーだありがとうありがとうねうん。まあ確かにちょっと隠せてなかったかもしれないんですけど言えないのではい言えないからそうあ、カメさんありがとう 無理やり隠した感はあったかもんだけどちょっと言えないじゃんそりゃそりゃ言えないじゃないですかカメさんありがとうありがとうタワーやった食べルタワーですでもなんかあれだね本当にあのー、まあみんなにさおしゃべり会とかで会いたいっていう話はしてたじゃんそう でもそれをしてた最初知らした時とかにまだ選抜とかシングル出るっていう話は聞いてなかったんで本当にもうお話し会したいおしゃべり会したい虫会したいそれでみんなに会いたい話したいっていう思ってたまあ何日か後とかに言ってた何日後かとかにそのシングルの情報が入ってきたので。 そう知ってて言ってたわけじゃないのよそう本当に早く出ないかなみたいな言ってたら本当に連絡が来たのでびっくりしました <laughs> そうだから何かうん良かったなっておまじないのおかげかもやっとこれで皆様に会えることができる会ってお話しすることができるっていうのがまずは う嬉しいことではあるんですけど3作連続で入らせていただきました本当に本当に皆様のおかげですあのー、やっぱりさこの選抜は全員が入れるわけではなくてやっぱり悔しい思いをしてるメンバーもいるのも知っているし私も本当に辛い気持ちというか悔しくてそういうのはさ 分かってるからこそなんて言うんだろう当たり前じゃないっていうことをまずやっぱりねそれは常に思っておかなきゃいけないことであってうんより身を引き締めて気を引き締めて全力を尽くしてスキムを果たすのみだなと思っております。うん、選んでいただいたただからには 私が、私しか出せない力を、この、プロモーション期間もそうですけど、選抜の活動として頑張りたいと思っております。大ちゃんありがとうタワーありがとね。 第一位の頑張りが認められたえ待ってえ私部数知らなかったんですけどなえフル部数ですか嘘だえ <laughs> 本当にええ嬉しい嬉しいってわからないこのだってえー、やばいじゃんえ降るか嬉しいけどああやばいよ本当ですか今今初めて知りました本当に知らなかった。 けどやばいどうしようっていう気持ちもありますああついに来てしまいましたこの時がいやなんかやっぱりセンターもいぶきとくるたんいぶくるで本当に私も嬉しくてあのー、なんて言うんだろう悔しいとかじゃなくてやっぱ嬉しいっていう気持ちが一番 最初に来てなんか一緒にさ同期だからこう一緒に活動してずっとね来たからこそう期生の中からシングルのセンターが出るっていうことは本当に嬉しいことだなって思ったと同時についに自分たちがグループを作っていく時代がもう何て言うんだろう前から言われてきてたとは思うけどそこでもう完全に実感したというか。 うん、葵ちゃんありがとうって思ってなんか甘えてちゃいけないんだなって思ったので、うん、頑張んなくちゃってより思,思えたから、うん、だから今回の握手会も「與さんありがとう」「ありがとうね」たはとに。 フルブスーという初めてのついにあのフルブスーかついに来てしまったよみんななあどうしよう売れ残ったらやめよ頑張んなくちゃ皆さんどうか一緒に目標は 私は、フル、完売なので、全完売が目標なので、みんな一緒に叶えましょう、絶対に。手売りしたい気,も気持ちいい、うん、本当にね。絶対に叶えたいです。よろしくお願いします。本当に本当に、取りすぎ、取りすぎていいってぐらい、取ってほしいです。絶対 叶えようね、この目標フルブス絶対全完売させますさせたいですだけど誰かがさ誰かだけではさ無理なので皆さんたくさん一人一人がファンの方々がね会いに来てくれたら嬉しいですよろしくお願いします 本当に皆さんに何かあの何、ー、て言うんだろうなメールにはちょっと長文で送ったんですけどなんか本当に最初は「んーお試し枠だ」って言われててもう連続で「次はない」ってこう,言,う言われてて「なんで入ってるんだ」って「なんで入り続けれるんだ」っていうさ思ってる方もいるかもしれないなとは思ってて。 思ったたりもしてたけどでもやっぱり3作連続でこう来れたのはファンの方の応援のおかげがやっぱり結果につながってる部分と私の気持ちにつな,つながってる部分どっちもあるのでうん。私がファンの方 のために頑張りたいなって思える理由の一つでもあるから皆さんのたくさんのパワーはね本当にみんなのおかげでもありますしうーん本当に。 サイミリーと一緒にうれそうですね本当に嬉しいですもう本当に嬉しかったそれもうんで多分今回その生配信がさ,このさっきあったんだけどその時に多分なんかまあいろいろポジションとかまだそのね言われてないっていうか見てないって からわかんないと思うんだけど。一応、あの。最高列。は、卒業しました。<laughs> 今回、から。なんと。えっと、B. さんと。君でき。が、最高列だったんですけど、そこから。上がって。 真ん中の列になりました。そうまあ今日のなんか言われた順番、まあ、初選抜とちょっと分かれちゃってるんであのあれなんですけどまあ呼ばれた順番なんとなくこうね分かってくれた方もいたのかもしれないんですけどうん。 本当に、でも、これが、ゴールではないので、ここからがね、まだまだ、なんか、やっとこう、なんていうんだろうな、頑張りがね、皆さんの熱い気持ちとか、私ももちろん、 ね、全力を尽くして活動しているんですけどそれがこう形になっていくっていうのが本当に嬉しいですうん本当にちょっと自分のペースなのでうん早いのか遅いのかちょっとなんて言うんだろううん 人によっては遅いかもしれないし人によっては早いのかもわからないんですけどでも着々と血に足をつけて一歩ずつ進めてるのはもう確かなのでそこは本当に私は自信を持ってうんいきたいなって思ってます自信を持って選抜として選抜メンバーだという気持ちで 堂々と活動していきたいと思いますより一層自分磨きを頑張りグループのさらなる発展を目指して頑張らせていただきますクロちゃんありがとう谷川雄孝さんありがとう。 うん。一郎さん、ありがとう。15分経ったらもう終わっちゃうので、今日は。ちょっとね、かなり寝不足が続いてますね。MV の前の人がもう寝れなくて。うん。あの、本当に緊張すぎて寝れないから。 いつもそういうう寝れなくてもも大変でしたねもうちょっと明日ゆっくり話させてまた猫さんありがとう明日も公演だからちょっとあれなんですけどあのー、ゆるさんゆるさんせたせなんであのゆっちょっとゆっかりゆったりゆったりじなゆったり話させてほしいちょっとごめんね今日はバタバタしちゃっててもう昨日 MV 撮影で今日生配信ってうもうなんか 体と心が追いついてない、頭も追いついてない状態なんだけど、本当にゆっくり話させていただきたいです。とりあえず、今の現状というか、もうすぐ取って出しみたいな感じ <laughs> 取って出し生写真かのような感じで今配信してるから、よろしくね。あのー、いろいろ。えっと、おしゃべり会、お話し会。 お握手会始ままってますこちら本本当に本当ににスタートダッシュよろしくみんなスタートダッシュって言うとなんかイベントのような感じだけどみんな本当に本当にフルブスということでちょっと笑えない状況です非常にまずい来たことないなんか愛知食わず嫌いみたいな人いたら一回あのー、味見してもいいんじゃないかっていう感じですよろしくお願いします ではよろしくねみんなあそっか枚数宣言あるのかじゃあ本当に皆さん目標を達成できるように一緒に頑張りたいですよろしくお願いしますありがとうねひとまずバイバイありがとう <laughs> みんなコメントもありがとうツイッターとかに書いてくれたら読むからじゃあね